今田美穂1997年3月5日生まれ。出身地、福岡県。身長157センチ。血液型、A 型。今田美穂さんは、日本の女優です。福岡市の美女と言われた美穂さん。今回は美穂さんの学生時代や上京した当時のエピソードを紹介します。 実は高校時代は太っていたという美男さん。深夜にインスタントラーメンを食べることが大好きで、今よりもぽっちゃりだったらしいです。それでも役者になりたいという夢を叶えるために、ダイエットを実行。糖質制限やプチ断食をしたり、ストイックに頑張ったそうです。煮干しだけを食べるダイエットに挑戦したこともあるとか、学校に煮干しを持ち込んでいたため、 カバンの中が臭くなってしまったと話しています。また、イベントで20歳の時の思い出を聞かれたミオさんは、上京する時の事前準備が甘すぎたと答え、20歳の時に東京に来たんですけど、いろんなことを後回しにしてしまうタイプで、ベッドを頼むのが遅すぎて、着いた時に届かず、荷物を入れていた段ボールで寝ていました、と告白。段ボールって暖かいなと思ったんですけど、 寝てて、腰が痛くて、ちゃんとやっておけばよかったなぁ、と思った思い出があります。本当に自分のせいなので、若だなと思いながら寝ていました。今となっては良い思い出です、と明かした。上京時の初々しいエピソードとは裏腹に、今では様々な作品で活躍するミオさん。ドラマ、三年縁組、で見せた制服姿は、美人すぎる、と絶賛され、映画、 東京リベンジャーズではヒロインを演じ映画のヒットに貢献。これからもミオさんの活躍に注目していきたいですね。